耳と尻尾切ってやります。やっぱドーベルマンは耳と尻尾切らないとちょっと見てられないですよね。これこれいいんじゃないですか。これいいんすごい、あの女の子光ってますけど、いや、あの黒の犬すごいいいですね。あ、ソーリー、ちょっと向こうから撮ろう、間に合うかな。あ、逆光だな。まあしょうがないですね。ちょっといいですね。この犬が一番いいな。僕はですよ、僕の好みとしてはこの犬が一番いい。ちょっと尻尾が短いで大丈夫かな。いや、この犬がいいな、マジで。ほら、絶対あの女の子、女の子というか、まあ、あの女性のドーベルマンがいいですね。この犬、これ間違いない。でもこのなんていうんですかね、そのドッグショーなんかで選ばれるのは違う犬が選ばれたりするんですよね。これがまた。もう絶対あれが選ばなきゃダメですよ。ほら、これも絶対、もう絶対あの犬がいい、絶対あの犬がいい。他の犬を全然取ってないですけど、いや、もう絶対このドーベルマン、これほら、これこれ、あの女の子後ろに体重かけてます。
でないと引きずられちゃうんですよね多分。犬が強いから。ほらね。ね。そういうことなんですよ。ドッグショーなんかじゃあっちが選ばれてしまうんですよね。もう絶対この犬の方がいいよ。なんでこっち選ばないんだろうか。もう不思議でしょうがない。2番ですよ。ありえないですよね、こっちの犬が2番なんて。もう信じられないよ。なんでこういうジャッジをするんだろうか。金取りそうにしてもそうですけど、他の犬にしてもそうですけど、魅力的な犬を選ぶべきですよね。あ、そうか、スタンダードを選ばなきゃいけない。そうですね、 FCI のスタンダードの犬を選ばなきゃいけないんですよね、ドッグショーは。さすがにでないと形がどんどんスタンダードから離れていって、結局ずっと後世にその犬のスタンダードの美しい犬を残せなくなります。だからスタンダードに近い犬を選ばなきゃいけない。だからスタンダードを変えるっていうのはまたちょっと問題がありますね。まあ難しいところですね。だから魅力的な犬っていうのは往々にしてちょっとスタンダードからずれているっていうことなのかもしれないですよね。